おはよう。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。おはよう、おはよう。さーちゃん、ここね。暑いよね。布団開けとこうね。網戸がそっちにいっちゃってるね。よいしょ。お腹すいた？うん。金魚にご飯あげたしね。今いっぱい食べてるよ。さっちゃんも食べる？さっちゃんもご飯食べよっか。お皿持って行ってじいちゃんのところで食べましょう。はい、上がりますよ。金魚あげてるね。はい、上がりましょう。じゃん。ごめんね。上閉まってんのよ。戸はまだ開けてないの。さっちゃんの尻尾踏まないように上がるわね。はい。開きました。開いたよ。食べよう。おじいちゃん、おはようございます。すりすり。おじいちゃん、おはようございます。これね、お客さんはね、お孫さんにどうぞって言ってジュースをたくさん送ってくれはったのね。さっちゃん飲めないね。毎年送ってくれはるのね。備えしてくださいって、ね、おじいちゃん、おはようございます。しっかり寝たよ。カラス鳴いてるね。今日も暑い暑い日になりそうね。リサちゃん、暑い日になりそうね。カラスも
もカーカー泣いてるし、ねえ、僕はね、朝ごはん食べるよって。はい、じゃあ入れましょう。美味しい、これはね、マグロの、あ、マグロじゃない、こっち、さっちゃん、カツオだ。カツオ好きだもんね。はい、はい、どうぞ。夜中に、お腹空いたって言ってもあげなかったしね、さっちゃんにね。我慢して寝たよね、ちゃんとね。お子さんね。夜食は食べたけど、夜中、夜中はもう食べなかったよね。ほらね。ちょっと痩せたね、さっちゃん。食べた？ちゃん食べられた？食べちゃった？あら、きれいに食べたね。きれいに食べちゃったね。おかわり食べる？おかわり入れようか、ちょっと。ちょっと待ってね。じゃあ、こっち食べてみてくれる？こっち、はい。はい、どうぞ。カエルがね、裏の網戸のところにいてね、カエルを逃がそうと思ったらね、網戸開けたらバッタもいてね、バッタも網戸にくっついててね、驚いちゃったよ。それで両方逃がしたけど、バッタとカエルはどうなんでしょうね。さあ、
ごちそうさま、全部食べたね。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったね。ね。かゆいかゆい。ごちそうさま。今日は案外お目目綺麗ね。ちょっと目やに出てるけど、目やにっていうか涙がね、涙がちょっとね、少しだけね、あるよね。ついてるけどね。ちょっとこれ。さっちゃんのお目目がどこかちょっとよく分かってないね。おばあちゃん下向くと分かんない。綺麗になりましたか？やだなーってね、やだなーってね、行くとやだなーってね。目薬の方が良かったかな。目薬しただしね、それ刺してあげるね。あっちゃん。